冷凍貯水池は中世南道冷産群にある大韓民国で最も大きい貯水池である無限川の中流にある冷産群と唐津市の農耕地である冷凍平野に農業用水を供給するとして冷産群と唐津市の頭文字を取って名付けられた朝鮮時代の国玉の包みを母体に冷産群と唐津市にわたる広い拷門平野を考えするために 1928年4月に着工したが、日程時代末期より1945年8月15日の幸福前後、一時の間工事が中断されてから、1946年より、冷凍水利組合の主管で、1952年12月に再び着工して、1963年に完工、1964年12月31日に竣工した。 竣工後20年になった1984年に放流設備と水門、通り管の補修があり、1985年に堤防の補修工事があって、現在、すべての機能が良好に保たれている。ダムの高さ12.1メートル、長さ247メートル。貯水池の堤防構造は、アースフィルダムで、長さ814.5メートル、高さ13.3メートル、 放流設備には韓国で最初に設置されたテンターゲートが特徴的である。高さ約25メートルになるコンクリート製の放流設備に設置された26個の自動開閉水門は平常時に満水位を維持し、豪雨時には洪水調節の機能を持つ。各水門の大きさは幅6メートル、高さ3.6メートルで、 排水量は毎秒63.2立方メートル、総排水量は毎秒1645立方メートルに達し、水門操作は管理事務室で遠隔操縦されるようになっている。満水面積は約1100ヘクタール、総貯水量4710万立方メートル、満水位は22.5メートルである。周囲40キロメートル、東西2キロメートル、 南北8キロメートル、流域面積は37,350ヘクタール。霊山群の信用面、光地面、太閤面、高本面にわたっている。利水面積は12,240ヘクタールに及ぶ。無限川だけでなく信用川が流入しており、26個の自動調節水門を通じて一本の無限川として北流する。館外面積37,400。 平方キロメートルに達する中西南道有数の貯水池として上流の収水面積が広く淡水魚の餌が豊富に流れ込んでくるため淡水魚の養殖場として有名で日本うなぎ鯉が養殖されており過去24年の間中部県最高の釣り場として知られている釣り人口も年間10万余名に達している陶器の氷釣りのほか 初春より晩秋まで継続して釣りすることができる。船恋をはじめとした淡水魚が大部分である。1969年国民観光地に指定、開発されて多様な休養地として脚光を浴びている。最近では冷凍貯水地と徳山道立公園、徳山温泉、道光温泉、秋市小宅などをひとまとめにして訪問する観光客が増えている。船遊びと 想定競技練習場としても活用され、1979年の大韓民国全国体育大会の時には想定競技場として使用された実績がある。この記述にはダウムから GFDL または CCSA で公開される百科辞典、グローバル世界大百科辞典をもとに作成した内容が含まれています。ありがとうございます。